時短やヘルシーをテーマに、料理初心者でも簡単に調理できるレシピに挑戦。いけめし。マイク・アローンの井野俊有です。今日は剛ーキ君の代打できました。本田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は火を使わないこちらのレシピ。夏に食べたいさっぱりレシピの冷や汁。 宮崎県や山形県の郷土料理としても知られていますよね材料ですサバ缶1缶きゅうり1本みょうが3個などご覧の材料をご用意くださいはいでは伊野さんきゅうりを切っていっていくす、はい、あとその前に伊野さん、はい、メンバーとか皆さんに何て呼ばれてますか メンバーからは、はるくんって呼んでいただいてますじゃあ僕もはるくんでいいですかはるくんって呼んでくださいはるくん、きゅうりを小口切りに小口切りではい、できるだけ薄くまあ最初は頭とお尻、ちょっと食べない部分ねはい。で、お尻の方も切ってしまってそのまま切るとちょっと長いので、二等分に二等分ではい。きゅうり同士を重ねて、中央に持ってきて、で、薄い小口切りこういうことですねそうそうそういきますいて。 は縦半分に切った後、長さを半分にカットしておこうそうしたらここで今日の「イイケメシポイントサバ缶は缶の汁ごと入れてうまみをアップさせます」こんな感じできゅうりにガバッと入れてしまいはるくサバを軽く箸でほぐしましょう、はい、軽く、はい、分かりました 全部細かくなっちゃってもいいんだけどさばっぽい感じの肉感があってもいいので、はい、どちらでも分かりましたはい、では調味料入れていきましょうまず味噌ね味噌。でめんつゆめんつゆで白すりごま全部入ったら、はい、はるくんじゃあスプーンで,スプーンではい、全体がなじむように混ぜていってください。はい で全体が混ざったら5分ほど置いて少し味がなじむようにしておきましょうはいでは5分経ちましたなんとなくどうですか春、はい、くんきゅうりなじんだ感じしてますかしんなりしてますねそうそうそうすると、ね、きゅうりから水分が出てうまみが出ます、はい、でさらにここからボリュームを上げるためにお豆腐を手でちょっと崩して入れて、はい、いってくださいわ、はい、かりましたちょっとボロボロになっても全然大丈夫,大丈夫です大きかったりちっちゃかったりも全然問題ないので はいいじゃあここににお水入れてててきます早くちょっっと、はい、混ぜで全体に,む全体的にはいなでむ感じで,はいでみょうがもここに入れてっには取っり取ききままししたら火を使わないでさっぱり食べられる冷汁ができましたご飯にかけていただきましょういただきます 暑い時に食べたら進みますね。バテてる時に食べたいです。美味しい。本来はこう味噌をね焼いたりとか、味噌を焼いたり、アジの干物を焼いてほぐしたりとかするんですけど、今日は火を使わないためにサバ缶を使って手軽に作っています。はいはい、簡単ですね。そうそう。今日は水ですけどこれを豆乳にしたりとかするともうちょっとクリーミーな味わいになったり、はい、夏野菜のトマトとかを入れればもっとさっぱりした感じになると思いますよ。美味しそう。 さっぱりして美味しかったです皆さんもぜひ作ってみてください